昨日夕方太白区の県道で道路を歩いて渡っていた高齢の女性が軽乗用車にはねられ意識不明の重体となっています昨日午後5時50分ごろ太白区長町南2丁目の県道で道路を歩いて渡っていた高齢の女性が南に向かって走ってきた軽乗用車にはねられました女性は病院に運ばれましたが 頭などを強く打ち、意識不明の重体です。軽乗用車を運転していた自営業の男性に、怪我はありませんでした。現場は片側2車線の直線道路で、信号機のある交差点から100メートルほど南側でした。警察が当時の状況を詳しく調べています。